1人5匹飼ってるんですもんね。そうですね。何歳ぐらいなんですか。今僕たち一番上の子で8歳ですね。8歳、はい、で7、6か、うん、そうだよね、うん、はい。でも系統は、系統はスタンド、うん、スタンダードスタンダードにちょっと大型が混ざってるような。スタンダードに大型、うん、それ要するに小キットってやつですか。そうですね、はい、そうですね。僕が言ってもしてたんですよ、僕が作ったのはゲームキットなんですよ。ゲームキットっていうのはどういった、時計を売ってもいいですか。だから痩せててちっちゃくてネズミみたいでかっこ悪いとみんなに言われる、はい、あのピットブルが大好きなんです。もううちの子は僕に育てて、うん、まあそれはね、ね、みんなで同じ色飼う必要はないので、うん、ここみんな、ね、その家庭家庭によって飼い方も様々で、うん、で犬のキャラクターも様々で、それでいいと思います、うん、だそもそもなんでピットブルだったんですか、一番初めのきっかけ。私の父が、うん、ピットを飼っていて、で子供が生まれたんで、うんうん、じゃあうちらも1匹もらおうかって言って。あ、そうですね、色は、ブルーと、あとナノみたいな色ってなんていうんだろう、うちのはちょっと金色っぽい。うちのはあれイザベラでしょ。イザベラ、そうです、そうです、イザベラ、イザベラ皮膚弱いでしょ、大丈夫今のところ。あ、めちゃめちゃ強い。あ、そう、よかったね。逆にブルーの方が、うん、こう皮膚がちょっと弱い感じで、うん、そうだね、うん、結構イザベラって年取ったらハゲちゃった方が多いよね。あ、そうなんですね、うん、でも多分今なら大丈夫、大丈夫だったら、もう大体早いのは大体3、4歳からハゲるといいますよね、うん、早いのは多分いけるんじゃないかな、うん、ハゲるって結構ハゲるんですか。いや、ツルツルにはなんないですけど毛が薄くなるって感じ。ツルツルにはなんないです、さすがに。皮膚用の何なんで、いや、まあ、なんとまあ遺伝ですよね。まあそこら辺は山川君に聞いた方がよく分かるかもしれない。あ、そういう、ね、そういう遺伝なんだ。いろいろ調べてみたら、ドーベルでもレッドって言うじゃないですか。あ、いるんですね。レッドのドーベル、レッドってチョコタンで、あ、チョコタンの、はい、チョコタンのドーベルで、その他にブルーのドーベルもいるんですよ。はい、ブルーのドーベルって結構ね、毛がはげて、一番はげるのはここら辺ね、ここら辺の毛が結構すごい薄くなるんですよ、うん、あ、ここら辺と鼻のマズルの上がはげるのすごく多いです。あ、でも、うち、ん、で飼ってる子もここ顎の下がない子とかいるよね、カーリーの、うん、でもそれ引っ張るからじゃない、引っ張って首についてとかじゃないんですか。どうなんですかね、毛が薄いと思います。結構かゆがってるんですよ。あ、病とかなりやすいんで、うん、病院連れてったりはするんですけど、うん、確かにね、イザベラだけじゃなくてレッドノーズの犬自体が普通の鼻の黒い、いわゆるフォンとか、はい、バックスキンの犬よりもアカラスも入りやすいしね、うん、結構皮膚のトラブルは多いは多い、うん、まあでも普通に変なのかってれば他の人と変わんないけどね、全く。うちに今いるのはね、レッドノーズが1匹、2匹と、あと何がいたかな、あとバックスキンの犬が1頭と、あと何がいたかな、あ、そうだ、あと普通のフォンがいるわ、普通のフォンの反応くるのがいますね、え、結構いるんですね。ピットブル、はい、ピットブル、今思い出しただけに4頭いる。思い出しただけに、うん、一時期ね、ピットブルじゃないけど犬自体ね、80匹いたんですよ。すごいですね、うん、今だいぶ減ったけども、うん、もうほら、別に飼いたくて飼ったわけじゃなくて、年取った犬とか、うん、そういうの、ね、引き取ってきたりしたから、うん、あっという間に、いや、保護したわけじゃない、俺保護したつもりはない、うんうん、でもいわゆる保護犬の部類かもしれないけど、うん、保護したつもりは全然なくて、うんうん、ただいらないっていうからかわいそうだなと思って、飼ってるだけ、ね、だから別に保護してるつもりはないよ、もう、うん、かわいそうだなと思ったら、じゃあまあ要するにまあ例えばこの保健所に連れていくってなったら、まあ、この保健所に行くんだったらは俺が飼ってればね、餌と水とワクチン打ってつねるって言えばまだしばらく生きてるからおまけの人生かなっていう感じで飼ってるだけだから全然保護してるつもりはない、すごいですね、うん、うん、そんなのね、80匹ぐらいいたんだけど、今はだいぶ減って、今のところでも20匹ぐらいいると思うけどな。そうですね、なんでピットブル
り事故ないですよね、うち。そのピットブルの町田さんが噛まれたのがブルマスとかの危なかったですよね。そうあの物を飼ったのはブルマスチフとあのアルゼンチンドッグぐらいで、うん、あとピットブルに噛まれそうになったことあるけど、うん、噛みつくどうにもないピットブルを引き取って、うん、そして、まあ、飼ってりゃそのうち慣れんじゃないかと思ったけど最後まで慣れないと言ったけども、うん、でもそれはでもピットブルだから逆に言えば1頭だけだったんでね、うんうん、あの他の日本犬だったらばそんな80匹も大人になってから、ねめくらうちボンボン引き取ったらば、はいもうね、20匹とかいや50匹場合によっては50匹でね、うん、それぐらいね噛みつく犬になったと思う、うん、でもピットブルには噛まれてない、うんうんうん、そもそも、うん、町田さんってねまあ、爬虫類から何から、まあ、今日見せていただいた中でもいろんなこう動物がいるじゃないですか、うんうん、何を一番最初にこう興味を持ったんですか趣味一番初めはチューリップだけどチューリップだから動物じゃなくてチューリップでもね、でもね、それは本当なの、もう動物じゃなくて生物っていうくくりで、はい、チューリップで、まあ、子供の頃に球根買ってもらってそれが赤い花履くって言ったのに最終的に黄色い花になっちゃったんだよねでそれでその時にでつぼみになっても黄色い、うん、いつまで経ってもはい、はいつか赤くなるのになるんだと思ったらならないでそのまま黄色い花が咲いちゃったねでそれで逆になんか生き物って面白いなっていうふうにねああ、うん、なるほど導かれたとかね、うん、そんな感じですだから生まれた時から突然なんかよく子供やなんかでさよく言われることで子供は動物が好き乗り物が好きそれはなぜかというと動くからだとかいろいろ言うけども、はい、俺は動かないチューリップから入ってるんで、うん、俺は別に動くから好き動物を好きになったっていうわけじゃない、うんうん、あそうなんですね、うん、僕が今お家にいる、ね、先住犬のピットちゃんが、ね、別のピットちゃん3匹に襲われたことがあったんですよ。え、3対1で3対1です。ああ、それはダメだ。で、うん、2匹が両目の上を噛んでて、うん、もう1匹が足を噛んでて、でしょ、うん、で、うちの子はリードをしちゃってたんですよ。うんうん、リードして繋いじゃってたんで、うんうん、引っ張られたらもうやばいなと思って、もうとりあえず2匹 の, もうあの首はこう上離れないように持って、うん、もう1匹が来てたんで、蹴っ飛ばして、うんでも一応こうガンガン引っ張ってない間にもうひたすらぶん殴りましたね殴って蹴って殴って蹴ってもうやるしかないなって思ってたんで、うん、で離したで一回離れたタイミングでもう引き離して、うん、でまあたまたま人間襲うワンちゃんじゃなかったので、うん、僕自体は何ともなかったんですけど、うん、もうでも本当に無我夢中になっちゃうんですよね何も考えられないですよね相手の犬はどこから来たんですかそれ、はい、相手の犬どこから来たんですか相手の犬はまた別のあの飼い主さんがいて、誰？あ、全く僕あの知らない人知らない人というか、はい。え、その人何？お金もらった？いやもらえばいいのに、俺だってもらうよ。いやもらった方がいいですよね。そうですね。でもあれその動物の戦い方で人間とかって、まあ、俺結構思ってきました。アバラとか折ると結構ダメージ強いじゃないですか。動物アバラ折ったぐらいだとここの腹の中深いから。人間よりみたいにはダメージはあ、そう、人間ほどない。ないです、ね、内臓がすごい移動する。そう、移動しますもんね。人間が固定されてるから効くんですけど。そうですよね。もう動物は結構移動するんで。そうですよね。まあ、ダメージないことはないんですけど。はい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 、人間よりかは与えられない。致命傷にならないですよ。多分、うん、人間だとあばら折っちゃうと、その場で。なんか斎藤さん言うと怖いですね。動きなくなるんですけど。動物の戦い方で人間と全然多分違うと思うんですよ ね, ね, ねピットブル、もしもそこになっちゃったらば、はい、リードがないんですよね、だってリードがあったら、まあ、自分の犬を外して1頭でもか繋いでどっかに縛ってから外していったらいいと思うんですよ、はい、で全部チョークしていっちゃえばいい、はいうん、全部首絞めるも話しますからそうそもそも早いですからで、首絞めるんですか首絞める。手で絞める。ここに切ったりとか。そうすると、離すんですか離す。根性のない犬だったら、持った瞬間に離す。根性のある犬だと、気絶するまで離さない。で、離したらば、離したらすぐに掃除してやって。そうすると、噛んでた方が死んじゃうから。